木原城、または上、神、古城は、現在の茨城県稲敷郡美保村に存在した、日本の城である。霞ヶ浦南岸に位置し、三の丸、二の丸、本丸に向かうに従い標高が低くなるという、特徴がある。現在、本丸跡地は、木原城市城山公園として整備され、春には、城山祭りが行われている。二の丸、三の丸跡地は畑になっている。 とき氏の家臣である近藤氏の居城として知られるが、城や城主近藤氏に関する直接的な資料は極めて少なく不明な点が多いという。近藤氏菩提寺の英源寺寺伝によると、永正元年に居城を失った近藤大利勝が神古氏の城に移り住み、永正三年には神古氏村沖原と改むとあり、木原城のこととされる。ただしこの 上古の城と現在の木原城跡が同じ城かは、不明とされる。同年、近藤義勝が城主になった。永六五年、時晴美が改修をし、近藤義勝が城の守備を任された。天正二年に、小田氏の家臣で、上城城主の江戸崎剣物が寝返り落城した。さらに、天正十一年に、日立国の大半を支配していた、佐竹義重、 佐竹義信、芦名森繁らの軍に攻められ、また落城した。天正十八年に、豊臣秀吉の攻撃を受けて、ご法上氏が滅亡すると、勢力を失った時氏の城は、秀吉の家臣となった佐竹義信に降伏し、天正十九年、芦名森繁が支配するようになった。関ヶ原の戦いの後、慶長八年に、徳川家の古い大名だった、内藤清成。 青山忠明の所領になったがこの頃に廃城になった。近年、上主近藤都市活を描いた肖像画が発見され、2019年に村の有形文化財に指定された。ありがとうございます。